どうもハンサムクロジです。はい、今日はミニストップのスイーツ買ってきました。そんなことより登録者数が3万人になりまして、ねえ、いや嬉しい、ありがとうございます。ゆっくりですけどね、良かったです。で、それとは全然関係なくミニストップの美味しそうなスイーツを買ってきました。こちら、おこいちゃモンブラン、おこいちゃプリン、おこいちゃケーキ、抹茶ジェラートが人気の七屋を展開する静岡の老舗お茶メーカー丸七製茶監修のスイーツなんだ。なるほど、ケーキから食べましょう。行ってみよう。鼻がかゆい。抹茶チョコのケーキって感じかな。ほうほうほう、こういう感じね。めっちゃうまそう。すごい緑濃いですね、香りも。あ、抹茶チョコの匂いだ。いただきます。濃い、うまっ。これはすごい美味しいです。一発目が一番美味しいのかもしれない。これすごい美味しいです。生地がね、ほんと濃厚で、苦味はね、そんなに強くないんですけど、しっかりあって、ギュッと抹茶の美味しさが凝縮されてる感じでしたね。上にかかってる抹茶チョコレートは、ほんとめちゃめちゃ柔らかい。トロンとかけられてる感じが、生菓子を食べてるような、お店で、その本当にチョコかけたてが出てきたのを食べてるような感覚で、それもまたいい感じでしたね。すごい美味しかった。これ180円じゃないですね。260円のクオリティです、これは。ジューハーサム。次、モンブラン行こう。モンブラン行きましょう。いや、これ楽しみだな。モンブランは抹茶ケーキの上にホイップクリームと抹茶カスタードが乗ってて、でそれをモンブランクリームで包んでる感じですかね。こんな感じですね。アイスみたい。こういうカップみたいなのにモンブラン入ってるのって初めて見たかも。こんな感じでケーキの上にモンブラン乗ってるんですね。いい匂い。純粋なこう抹茶の強い匂いを感じる。いただきます。よいしょ。濃いね。こっちの方が濃いな。うん、めちゃめちゃしっかり苦味を感じる。抹茶が本当に濃い。大きめじゃないですか、割と大きめのモンブランなんだけど、全く飽きずに最後まで食べれるのはね、本当に苦味がしっかりあるんですよね。おこいちゃケーキよりも苦いです。苦味と甘みがトントンよりも、抹茶自体の旨味成分、旨味がね勝ってるから美味しく感じましたね。ホイップクリームもあるし、モンブランのクリームもあるし、抹茶カスタードもあって、食べ進めるごとにこう違う味がするっていうのがまたねいいですよね。特にこう下にの土台になってる抹茶ケーキと抹茶のモンブランクリームが割と苦味が強くて、それがこう土台となってケーキができてるって感じですね。抹茶好きな人にはたまらないやつですね。すごい美味しかった。僕大好きです、ジューハーサム。すごい美味しい。今回のミニストップの抹茶シリーズは全部美味しいわ。最後プリン行きましょう。最後、おこいちゃプリン来ました。どうだろう、これも美味しかったらすごいな。200円ですからね、言っても。開けましょう。見てください、これ美味しそうなんか抹茶っぽくない匂い。あ、でもこれ抹茶か。いただきます。あ、意外と柔らかい、トロトロだわ。いただきます。うん、美味しい割と柔らかめの抹茶プリンでした。トロッとしてて食感、口当たり滑らかです。で、口に入れた瞬間は甘さと抹茶の香りと旨味がふわっと広がるんですけど、後半ちょっと苦味が来る感じ、後味すっきりって感じですね。甘さ控えめで食べやすくて美味しかったです。ただちょっとプリン好きとしてはカラメルっぽいのがちょっとあって、味のアクセントになってくれるともっと美味しいかなみたいなとこありますね。でも美味しかった、ごちそうさまでした。キーハーサム。はい、というわけで3種類食べました。どれもめちゃめちゃレベル高くて美味しかったです。一番おすすめはやっぱりおこいちゃケーキ、一番最初に食べたケーキが美味しかったかな。あの牛乳飲みたくなる感じです。というわけで、カーリング女子銅メダルおめでとうございました。皆さんもよかったら食べてみてくださいね。以上、ハンサムクロジでした。バイバーイ。